こんにちは、こんばんは、ウリホタルです。ラルクアンシエルアリーナツアー2024アンダーグラウンド、3月6日7日代々木第一体育館2日間行ってきました。ライブの感想や MC のレポです。よかったら最後までご視聴ください。3月6日水曜日、平日です。会場5時半、開演6時半、明治神宮前に5時40分ぐらいに着きました。会場時間が過ぎているので会場周辺は混雑していました。エルロトを引き換えて早めに中に入ろうと思います。ステッカー3枚でした。今日は初めてのプレミアムチケットでした。アリーナ楽しみです。プレミアムチケット専用入場口から入ります。プレミアムのグッズ黄色でした。金運グッズは使うのがもったいなくて椅子の下に置いていました。今日の席は北に、なんと花道最前でした。席を見つけてすごい嬉しかったんですけど、墓地参戦だったのでポーカーフェイスでいましたけど、すごい興奮してました。友達に LINE してやばいってしてたんですけど、もう手が震えてました。北の花道てっちゃん側の最前、多分今までのラルクで一番近くて2メートルぐらい。スクリーンが上すぎて見ると首が痛くなるっていう贅沢な悩みでした。周りの人もすごい興奮してて始まるのを待ってました。席に着いたのは開演10分前ぐらいで、座ってすぐに L ライトの点灯確認がありました。 L ライトは代々木3日間使った後、特に電池交換もせずに予備の電池を持ってきたままそのまま使っていましたが、2日間とも持ちました。6時半開演時間ぴったりに会場が暗くなりました。スクリーンに暗い森の雨と雷の音が大きくなっていきます。そのまましばらく雨と雷の映像が5分ぐらい流れて、6時35分ぐらいに映像が始まりました。代々木は東正面から始まるので、最初はケンちゃん側の横から見ているような感じでした。ステージは幕で覆われて見えないんですけど、やっぱり待ってる間にてっちゃんのベースのフレームが光ってて、てっちゃんだけなんかいるなっていうのがすごいよくわかりました。この日で4回目になるので、映像とかは結構じっくり見れました。暗いお城の地下に入っていって、床にラルクアンシエルとあのアンダーグラウンドのロゴの魔法陣みたいなのがあって、その真ん中になんか種みたいな茶色いのが落ちてみたいな。でメンバーがそれぞれなんか魔法をその種に注ぐと何か起きるみたいな感じなのかなっていうふうに思いました。猫が鳴いた。映像の間ケンちゃんも見えてきて、ハイドさんもいるなっていうのが分かりました。でピアノの音でオールデッド始まりでした。相変わらずオールデッドの間は幕が降りたまんまなんですけど、アリーナの近くから見ると布は透けていて、やっぱり見えるなっていう感じでした。初日のスタンドの遠い席から見るときは本当影しか見えなかったんですけど、近いと透けて見えるんだなと分かりました。幕越しでも今日はハイドさんフライトキャップなんだなっていうのが分かりました。でケンちゃんもめっちゃ弾いてるなっていうのが分かりました。オールデッドはすごい好きなのでもう何度聴いてもいいんですけど、2曲目がエグジスタンス。この日のセトリは代々木の2月10日と同じでした。でステージの幕が上がってメンバーの姿が見えました。でやはりハイドさんはフライトキャップ、黒のストライプスーツに腰にベルトで締めてる感じで、首には黒いラメな布を巻いていて、まあ、キラキラ黒く光っててかっこよかったです。ケンちゃんは紫のスーツですごくかっこよかったです。もう足がすごい長い、
アリーナの下から見てるとさらになんか長く見えるなと思いました。私の席からはケンちゃん側の横から横顔を見る感じでした。4人ともよく見えました。テイクアウェイでコール&レスポンスして、あと東京王の煽りがありました。エグジスタンスはサビの浮遊感がたまらない感じですごい好きです。3曲目がネペンテス。ツイッターとかですごいみんながエロいエロいって言うんで、すごい動きをよく見るようにしてるんですけど、すごいエロかったです。ハニーの歌い方がすごいやばかったです。あとなんかイエーイみたいな、あーみたいな、それがたまらないですね。かっこいい。ステージも全然肉眼で見れるので、あんまりスクリーンは見てなくて、スクリーン見ると本当真上見なきゃ見れないので首が痛くなっちゃうんで、まあ、ほぼステージでハイドさんを追ってました。4曲目が砂時計。2番が始まる前にフライトキャップを脱いでました。ハイドさんハーフアップで、あんまり編み込んでるようには見えなくて、ザ・ラストロックスターズの時みたいなハーフアップに見えました。右腕だけ袖から白いシャツが出てて、下白いの着てるんだなと思いました。なんかネペンテスからの落差が激しくて、なんかそのネペンテスで薄汚れた心が砂時計で浄化されるなと思いました。で、5曲目がサイレントレターです。で、また2番から曲中にステージが回転して、時計回りに回りながら歌っていました。いつもはサイレントレターだとすごい聞き入るんですけど、次こっちが正面になるっていうのが分かってたので落ち着いて浸ってられなかったです。サイレントレターの間に周りにスタッフさんとかカメラマンさんが集まってきていて、こっちに来る感がすごかったです。サイレントレターをこんな興奮状態で聞いたことはなかったです。なんかやたらケンちゃんのギターがギュルギュルしてるのが記憶に残ってます。サイレントレターが終わって北正面に来ました。めちゃくちゃ近い。6曲目がオフィリアです。ピアノのイントロが流れて、でハイドさんはステージ中央で後ろ向きでサックス持って調整をしてる感じでした。で、調整の間ずっとイントロが長めに流れていて、わからない程度に音とかも出して準備していました。で、 OK になったとこでユッキーとてっちゃんに合図してよしみたいな感じになってサックスを吹き始めました。格段に上手くなってたんですけど、そのなんか入念な準備を見ちゃったので心配になっちゃう親の気持ちは引き続きありました。やっぱ正面はすごいいいですね。オフィリアは赤っぽい照明でサックスを持って弾いて歌ってるのすごいかっこよかったです。ケンちゃんは座って弾いていました。7曲目、テイストオブラブ。正面のテイストオブラブ最高でした。ピンクの照明 でハイドさんも結構激しく動いていて、もうなんかあーとかうーとか言ってるのがすごいやらしかったです。格子の下からの映像、ライクアドッグのところがちょうど格子の下からのがスクリーンに映ってて、すごい見下す視線がやばすぎて、歌い方も怒ってる歌い方ですごい良かったです。で、みんなに歌わせる愛してるのとこは、この代々木2日間は最後から2回目のところだったんですけど、ちょうど花道に出てきてひざまずいて両手広げて歌わせてて、本当目の前でそれやられてもう固まりました。最高すぎる。全力で愛してるって歌いました。テイストオブラブの曲に凄みがありすぎるので、近くに来てもなんかキャーとかってなれないというか、もう蛇に睨まれたカエルみたいになってました。この時点で今日はもうこれで終わっていいとすら思いました。テイストオブラブの後メンバーはステージ下に履けていきました。
私も周りもみんな放心状態になってました。映像が流れて、同じ城なんですけど輪郭だけの水色とか緑とかの色調の明るい感じ、鳥が飛んでいました。でメンバーの輪郭から立体に順番になっていって、で最後ラルクアンシエルって出てました。でステージにはハイドさん以外がもう準備して出てきていて、ハイドさんが出てきて8曲目ボイス、ハイドさんはレオパ柄のコートに白シャツ、裾を出してるやつに黒ネクタイでした。北の花道にまた出てきてくれて、明るい曲なのでもうみんなでワーキャーってなってました。で9曲目がビビットカラーズです。でハイドさんは移動し始めて、西の花道中心に西南に行っていました。スクリーンに歌詞が映ってシンギングってなって、ラストのサビの部分は最後のビビットカラーズしかハイドさん歌ってないような状態でした。10曲目はフラワーで、東の花道あたりにずっといました。で同じこと言うんだねのところを、誰か録音して指さして笑いながら歌うっていうのをやってました。でまた北正面の方に戻ってきてくれて、花道出てきてくれて、目の前で最後のハーモニカを吹いてくれました。すごいやっぱ近すぎて2メートルぐらいですごかった。代々木は横の花道が短くて人も少ないんですけど、距離がすごく近かったと思います。フラワーの後はハイドさんの MC です。でステージのお立ち台の上に立って、で MC とともにまたステージが回り始めました。さよなら正面っていう感じですけど、もう十分すごかったです。反時計回りに回り出しました。ラルクアンシエルです。4人揃ってます。会いたかった、嬉しい、僕回ってる、この回転は声の一番大きいとこに止まります、どこかな、みんながわーギャーって言ってて、そしたらハイドさんがお前らうるせえってなんか嬉しそうに言ってて、ここの MC は短くて、ステージが南正面に着いたところで、まだまだ続きますが It's the end、 11曲目 It's the end が始まりました。でハイドさんタンバリン持ってて、私の席からは正面が真逆なのでユッキーの背中だけ見えていて、あとケンちゃんの頭だけ見えてる。でハイドさんとてっちゃんは実物は見えなかったので、ずっとスクリーンを見てました。イッツジエンドが終わった後、ハイドさんはレオパーのコートを脱いで白シャツに黒ネクタイになってました。で白シャツの袖が長くて萌え袖になってて、すごい良かったです。12曲目がシェードオブシーズンです。でもスクリーンガン見してたんですけど、もういかに白シャツが透けて見えるかっていうのをひたすら目で追ってました。で13曲目がブレームです。前回の代々木ではシェードオブシーズンとブレームの時はスクリーンにメンバーは映ってなかったんですけど、今回はメンバーがスクリーンに映るっていう風に変わってました。アリーナとかで真逆だと本当に全然見えないので、これはありがたいなと思いました。ブレームのアウトロがもうなんかすごい演奏隊がかっこよくて、ケンちゃんのギターとなんかぐるぐる言うてっちゃんのベース、あとドラム、すごい良かったです。14曲目がジョジョーシです。前回の代々木の時はアールデコっぽいツタみたいな縁だったんですけど、石のなんかアーチみたいな円形の縁に変わってました。まあ、こっちの方がメンバーは隠れないんでしょうけど、前のなんかミュシャの絵みたいなああいう雰囲気も良かったので、またあっちも見たいなと思いました。下にあるスクリーンには前回の縁の模様が出てました。
叙情詩のハイドさんはもう天使だし、歌はいいし最高でした。叙情詩の後メンバーはステージの下にはけて、まあ、本編が一旦終わりと。でラルクイズ全6問でした。なんかラルクイズってちょっと問題と答えの設定が分かりやすいというか、分かってなくてもなんとなく答えこれだろうなっていうのが分かるなと。動員数とかセール数だと一番大きい数字だったりするし、その数字の置き方とかも東京ドームに何回出たかってやつも1回は18回だったんですけど、答えの置き方が1、17、2、18、3、16みたいな、なんで数字順番に並べないのみたいな。色を当てさせる問題も一つだけ字の色と一致してないのがあって、まあ、丸三で青字でイエローとか、絶対これだろうみたいな、分かりやすかったです。ラルクイズって当たると嬉しいんですけど、早く外れて座りたいっていう気持ちもあったりしてちょっと葛藤です。でもやっぱり当たると嬉しいから頑張っちゃいますけど。で、映像が始まってお城に草花が茂ってくやつです。4回目に見て、まあなんか薄々分かったんですけど、まあ、ずっと映像のお城って雰囲気は違うけど同じ で、最初にあった種がなんか多分ラルクの楽曲の力でどんどん芽吹いていって、明るいなんか未来につながっていくみたいな、そういうストーリーをてっちゃんは考えたのかなと、まあ、勝手に思っています。15曲目はグッドラックマイウェイなんですけど、ここって始まる前に暗転してそれぞれの花道にメンバーが出てきて歌い始めるっていうやつなんですが、今までと同じだったら目の前の花道にハイドさんが出てくるはずで、すごい緊張してました。花道には先端の方にいかにも怪しい台が作られていて、で下にスタッフさんが座って待機していて、タイミングを見計らってる感じでした。暗くなったら折りたたみ式の階段が出されて、黒い壁で隠してはいるんですけど、まあ、上は開いてるので見えていて、じっと見てたらハイドさんの顔がひょこって出てきて、キャーってなって、でグッドラックマイウェイのイントロ始まって、でハイドさんがバーって飛び出してきて階段ダダダって登って花道で歌い出すっていう、もうなんかすごかった。ハイドさんは白のタンクトップにベージュに近いホワイトなフェイクハーっぽい毛皮のベストで、下はジーンズっぽいの履いて、長めの黒手袋、肘の手前くらいあるやつで、髪はハーフアップじゃなくなってて、すごいすごい良かったです。この服が一番好きかもしれない。で目の前の花道で一番歌って、その後西の方に移動していきました。でてっちゃんは西の花道からアリーナに降りてて、北のあの反対側のアリーナにいたんですけど、こっち側に階段あるから絶対こっちも来るだろうなって思ったら、やっぱり来てくれて、めちゃくちゃなんかイケメンでした。なんかハイドさんばっか見てるからあれなんですけど、てっちゃん普通にイケメンだし、あとすごい爽やか。目の前ベース弾きながら通ってって、でステージ前のアリーナでグッドラックマイウェイ最後まで歌って、で最後目の前の階段登って戻っていったっていう、もうなんかすごすぎました。で全然ケンちゃんのことは見てなかったんですけど、見る余裕がないというか、でケンちゃんはあの顔のタンクトップ着てて、でもなんか気づいたら後の曲の時にもうなんか紫のジャケットを着込んでました。で16曲目はキリングミー、多分東の花道のとこでケンちゃんとハイドさんがじゃれ合ってました。ケンちゃんが弾いてるところをハイドさんが、まあ、当選棒してステージに戻れなくして、ケンちゃんは逃げずに頑張ってました。胸の風穴はもう施しようがないのところで、ハイドさんが
ケンちゃんの右胸に乳首ドリルみたいなのして、でケンちゃんはもうお手上げみたいな感じで演奏やめて両手上に上げて降参みたいにしてました。あとなんか曲はちょっと忘れちゃったんですけど、ハイドさんとてっちゃんも花道で2回ぐらい絡んでました。なんか背中合わせで歌って演奏してたりとか、あとハイドさんがてっちゃんに後ろから手を回して肩抱いて歌うみたいなのをやってました。17曲目は自由への招待でした。でまたあのネオ東京みたいなやつ、メンバーの姿もスクリーンに映してくれてて良かったです。このあと長めの MC になります。正面は西の方に映ってて、西の花道に歩きながらハイドさんが MC をしてました。でもすごい歓声がすごくて、うるさいうるさいよすごいうるさいねって言われました。 L ライトの制御をやっていて、いい年して振ってる人もいていいねって、でまあ色いって変えて、最後に全員裸って言い出して、でも誰も脱がないのであれおかしいな、みんなちゃんとしてるね大人だね、2回ぐらい全員裸って言ってました。で翻訳の話になって、初めて字幕のやつ見たんですけど、字幕が映るスクリーンが全然見えない位置だったのであんまよく分かんなかったんですが、調子悪かったみたいで、最初翻訳できてなかったらハイドさんがなんかもうダメだって、あのハイドチャンネルみたいにうつ伏せになってました。の花道でうつ伏せになってそのまま起き上がって足伸ばして座って、つま先開いたり閉じたりなんかパタパタやってたら、会場がまあみんな可愛い可愛いってなって、でなんかてっちゃんも便乗して可愛い可愛いって言ってて、そしたらハイドさんが俺って可愛い、そう俺可愛いのかって言ってました。チケット買えないからって高いところから買っちゃダメだよって、最初から高くすればいいのかなって言ったら、まあって声がして、あまり高くはしたくないんだよねって言ってました。チケットをうまく売る話の流れで、てっちゃんが、まあ、最近は簡単な打ち合わせとかはクローンがやってくれるんだよって言ったら、ハイドさんが僕 AI だよ人間やと思ってたのって言って、そしたら神様って言った人がいて、ハイドさん神様笑わしよるなって言ってました。でてっちゃんのファンの人で無菌っぽく持ってる人見つけて、ハイドさんっぽく振ってるねって言ったら、ステージのてっちゃんが上を向いてオーマイガーみたいな仕草してて、でもなんかちょっと嬉しそうでした。ハイドさん女の子がそんなもの持ってって言ったら、てっちゃんがバナナだよバナナって言って、ハイドさんがなんかやらしい名前ついてたじゃないって言っていじってました。嫌がってたのでハイドさんがこのまんま話したら30分ぐらいいけそうじゃないって言って、曲やらないでこれやって終わるって言ったら、みんなが嫌だって言って、ハイドさんあそれはダメなんだわがままだねって言ってました。またユッキーコールが始まって、でハイドさんが僕ユッキーじゃないよねえケンちゃんってケンちゃんに振ったら、ケンちゃんが俺がユッキーだよって言い出して、でも大爆笑。ハイドさんもよく喋るユッキー、そっからケンちゃんが始まって、俺ユッキーよろしくな、クールなことしかしないぜ、ドラムどこ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 って言って、ムキンポくんじゃなくてムケない方で、ムケるとかムケないを連呼して AI に翻訳させて、ハイドさんも調子乗ってかっこいいユキってすごい煽ってて、でユキはすごい笑ってて、スクリーンにユキが映って、まあ、みんなキャーってなるんで、そしたらケンちゃんがあれはケンちゃんだよ俺がユキだよって言ってて、でケンちゃんが AI に俺が今考えてること言ってみてとか無茶ぶりしだして、で AI もちろんできないんで、まあ、AI やり込めたみたいな感じになったら、またハイドさんがさすがかっこいいユッキーみたいに言ってて、でユッキーは笑ってました。ハイドさんがもうそろそろいいですかね、まだ続くけどバイバイって言って
18曲目バイバイが始まりました。19曲目は未来で、コール&レスポンスがみんなやっぱ慣れてきてどんどん上手くなってるなと思いました。20曲目がリンクで、ハイドさんがまた目の前の花道に来てくれて思いっきり飛びました。最後の MC、 よく来てくれたね、平日なのにね、楽しかった、センターステージはみんな近いからいいね、みんなが笑ってるとこっちもつられてニコニコしちゃう、クールにしていたいんだけどね、今回はあまりやってなかった曲をやってたけど聴きたい曲はあった、忘れてってどうやって歌うんだろうって思うけど今なりの歌い方で歌うのもいい、またこういうのをやりたいと思います。最後21曲目がマイハートドローズアドリーム、夢を描くよの字幕に水色の蝶がいて、で爽やかな蝶が周りにも飛んでるっていう風になってました。マイハーはもう何回聴いても感動です。最後ハイドさんは花道ぐるっとして目の前にも来てくれて、でなんか紳士っぽいお辞儀してステージ下に降りていきました。てっちゃんはすごい長く回ってて1週半ぐらいして、目の前の花道のとこには2回も来てくれてすごかったです。でまたねで終わりました。とにかくハイドさんの歌もいいし演奏隊の音もすごい、なんか今までよりよく聞こえた気がしました。で本当アリーナの花道最前ですごい良かった、なんか何回も目があったと勝手に思ってるんですけど、この後もこんな近いラルクはないんじゃないかなと思いました。代々木3月6日最高でした。3月7日木曜日、会場17時半、開演18時半、会場に17時半ごろ着きました。エルロトを引き換えて早めに中に入ります。エルロトはステッカー3枚でした。今日はスタンド席なので普通の入り口から入ります。ペレさんと西川貴教さんと杉蔵さんからお花が来ていました。この日は北 C ブロックの中ほどの列の通路席でした。前日と同じ方向なんですけどもスタンド席なので全体が見渡せて視界良好でした。ステージと花道も近かったです。席には開演15分前ぐらいについて待っていました。18時半開演時間ちょうどに会場が暗くなり、暗い森の映像の雨と雷の音が大きくなりました。またてっちゃんのベースのフレームが光っていているのが分かりました。18時38分ぐらいに映像が始まりました。ピアノの音が響いて1曲目がザ・ブラック・ローズでした。幕は降りてるんですけどもステージが近いので透けて見えていて、ハイドさんが軍帽をかぶっているなっていうのが分かりました。2曲目エグジスタンスで幕が降りてステージが見えました。ハイドさんはやはり軍帽で黒い衣装で腰をベルトで絞っていました。下がグレーっぽいデニムの素材だったのでブーツインしているのがよく分かって、でしかも塩ビみたいなテールのコートだったので遠目で見るとフランスのナポレオンの服装みたいな感じに見えました。すごいかっこよかったです。首には黒いラメな布を巻いていて昨日と同じっぽい感じでした。自分の席からはケンちゃん側の斜め横から見てる感じでした。スタンド席なので前日のアリーナ席よりはもう全体がよく見えていて、ステージも花道もスクリーンも見やすくてとてもいい席でした。3曲目がネペンテスで、やっぱり始まるとこのヘドバンと A メロの動きがエロかったです。この日のセトリは代々木の2月11日と同じでした。4曲目が砂時計、
軍帽はまだかぶったままで、砂時計が終わるまでずっとかぶったまま歌ってました。軍帽すごくいいので長くかぶってくれててよかったです。で、5曲目サイレントレターの前に軍帽を脱いで、でサイレントレターが始まりました。ハイドさんは見込みのハーフアップでした。サイレントレター2番のところからステージが時計回りに回り出しました。前日は正面に来るっていう興奮であんまり聞けなかったんですけど、この日はすごい浸って聞けました。歌うまかったです。ケンちゃんのギターソロがすごい良かったです。北が正面になって6曲目がオフィリア。始まる前にハイドさんが後ろ向きでサックス持って準備してるんですけど、この日は普通に音源と同じピアノのイントロで入れてて、準備時間が短くなってました。しかも音がすごい滑らかで上手くなってて、すごい練習してるんだろうなと思いました。赤いライトですごく雰囲気が良かったです。自分の席からはてっちゃん側の正面から見てる感じでした。前日に自分がいたアリーナの花道最前がよく見えて、あそこに昨日いたんだな、近いなと思って見てました。テイストオブラブでは前日と同じく花道でひざまずいて両手広げて愛してるのところを歌わせていました。格子の下からのカメラアングルではなんか格子を舐めるみたいなのやっててすごいエロかったです。テイストオブラブの後メンバーがはけて映像明るい城と鳥が流れました。8曲目がボイス。ハイドさんは黒いロングコートに白いシャツ、裾を出してて黒いネクタイ、下はグレーっぽいジーンズっぽい素材でした。ボイスから花道に出て動き出しました。9曲目がビビットカラーズ。ハイドさんは西の方に移動してて、主に西の花道でずっとビビットカラーを歌っていました。スクリーンに歌詞が表示されてシンギングでみんなで歌いました。南の花道でハイドさんがてっちゃんの肩を組んで歌ってました。10曲目がフラワーで、もフラワーは毎回すごい歓声が上がってるんで、本当みんな好きなんだなと思いました。ハイドさん南花道の先まで関係者席に顔出して吹き出してたんですけど、後からダイゴさんがいてなんか手を振ってたのでなんか笑っちゃってたみたいです。同じこと言うんだねのところはやっぱり誰かロックオンをして指さしてました。で、東の花道とかでフラワー歌ってて、最後北正面に戻ってきてたんですけど、なんかハーモニカを奥から取り出し直してて最後のハーモニカを吹いてました。なので、あ、関係者席にハーモニカ置いてったんだなっていうのが後で分かりました。フラワーの後はハイドさんの MC で、会いたかった、始まる前からすごい声援、声出せてよかったね、可愛いね、センターステージはみんな見えてる、マジでいっぱい可愛がってやるから僕回ってるよ、このステージは一番声が大きいとこで止まるシステムですって言って、会場すごい声援になって、でまたうるさいって言われて、まだまだ続きますがイッツジエンド。11曲目イッツジエンドでハイドさんタンバリン持って歌っていました。12曲目がキュアレスで、一緒に行ったケンちゃんファンの友達がこのツアーでキュアレス聴くの初めてだったので聴けてよかったです。13曲目ブレーム、アウトロがやっぱりすごいかっこよかったです。14曲目がジョジョーシー。この日はハイドさん黒いコートは脱がないでずっとジョジョーシーまで歌ってました。白シャツで天使みたいなハイドさんのジョジョーシーもいいんですけど、黒いのを着てると牧師さんとか神父さんみたいな感じで教会で聴いてるみたいな感じでした。ジョジョーシーの後メンバーがはけてラルクイズ、またロックモンでした。スクリーンに海外の方が結構映っててみんなで拍手していました。で、お城に草花の映像が始まって、
グッドラックマイウェイで花道にメンバーが出てくるんですけども、目の前の北の花道のところに階段が作られてるのが見えて、ずっと見てたらやっぱりハイドさんが顔ひょこって出して出てきました。15曲目がグッドラックマイウェイ。ハイドさんは光沢のある暗い深緑のタンクトップ、胸が深めのやつを着ていて、白いファーのついた黒いベスト、背中に缶バッジかワッペンみたいなのがいっぱいついてて、前日の白いモコモコのハイドさんもすごい良かったんですけど、黒ベースのモコモコもすごいかっこよかったです。下はジーンズっぽくて、やっぱこの衣装すごい好きです。ケンちゃんは西側の花道にいて、でてっちゃんは東の花道にいたんですけど、またすぐアリーナに降りて東と南のアリーナの方にずっといたようです。16曲目、キリングミー。カメラマンさんがずっとステージのハイドさんを追っかけてて接写してる感じだったんですけど、胸の風穴はもう施しようがないのところで、いきなりハイドさんがタンクトップをめくり上げて胸とお腹すごい見せてきて、めちゃくちゃ悲鳴が上がってました。タトゥーからおへそから出たがりなあいつからもう全部見えてて、すごい私も悲鳴でした。ケンちゃんファンの友達はスンってしてましたけど、多分違うケンちゃん見てたのかもしれない。前日もこの歌詞のとこでケンちゃんの胸いじってたし、この日は自分の胸で、なんか歌詞に合わせてハイドさんがいろいろするのが面白いです。ステージは西側正面に映ってました。17曲目がネクサス4。ケンちゃんは西の花道でずっと演奏してたんですけど、ハイドさんの動きをすごい確認してて遭遇しないようにしてるのが分かりました。ケンちゃんが西花道から北花道に移ってきて、目の前の花道で弾いてって友達大喜びだったんですけど、その時にハイドさんが忍び寄ってきてて、それに気づいたケンちゃんが花道を塞がれる前にステージに逃げて東の花道の方へ行ってました。でハイドさんは失敗したって感じになって、北と東の間にある柱のとこに持たれて、柱の陰から東花道にいるケンちゃんを覗いてるみたいな、柱に持たれて覗いてる仕草がすごい可愛かったです。体が斜めになってて足がちょっと浮いてるみたいな感じ でハイドさんはもうそれ以上ケンちゃんのことは深追いしないで、ケンちゃんのいる東花道の入り口は素通りで南の方に行きました。ケンちゃんは曲の終わりぐらいでハイドさんがいないのを確認してからステージに戻ってきてました。この後長めの MC になります。西花道を歩きながらハイドさんが MC、楽しんでるかいって高い声で言ってました。意味わかんなかったんですけど、3世代にわたって活動していますって言ってました。ファンが3世代いるってことですかね。なんか代々木聞いた中ではこの日すごい一番の声援で、もうハイドとかうわーとかギャーとかすごい本当すごくて、男の人がすごい大きい声でハイドって言ってたら、ハイドさんがそんな大きい声出さなくても聞こえてるよって、始まる前とかクイズしてる時とか結構みんなの声聞こえてるって言ってて、でクイズしてる時のぼやきとか実はその辺で聞いてたりするんですよって言ってました。でみんな棒振ってるねって、ケンちゃんも結構棒振るんですよって言ったら、ケンちゃんがあんな昔関西の番組で棒振って太鼓みたいにペンペンやるのがあったって言い出して、ハイドさんが何振るの、本物って言ったら、ケンちゃんが本物って言って、ケンちゃんが腰振ってその棒を振り回してる仕草をしてて、ハイドさんがやったんでしょって言って、でケンちゃんがもちろんやるよねって言って、根元が血だらけになったって言って、先っぽは平気なんだけど根元が切れたって、ハイドさんがそう信じられへんって言って、赤切れ見たくって聞いて、でケンちゃんが赤切れ見たくって言って、ケンちゃんが可愛いボーイズたちは家帰ってやってみてって切れるからって言ってました。会場大爆笑で、でケンちゃんが AI に俺の棒を振ったら根元が赤切れになりました、昔そういう番組が関西であったんですけど AI さんはご存知ですかって言って、
AI っていうか、まあ翻訳なので訳すだけで別に答えないんで、なんか答えないんだなって言ってて、ガイドさんがチャット GPT にしたら答えるんじゃないって言ってて、ケンちゃんがハイドさんにチャット GPT 使ったことあるって聞いたら、ハイドさんはないって言って、でケンちゃんがあなた昨日自分 AI って言ってなかった、チャット GPT は入ってないのって聞いて、でハイドさんは一世代前なので入ってない、機種変したいけど忙しいからって言って、でケンちゃんその後画素の話とかしだして、なんかハイドさんは飽きてきたのか花道に座ったまま足パタパタしてて、まあ、黄色い声が上がって、でハイドさんが足こうやってやると可愛いってって言って、これも AI だけどねとかって言ったら、ケンちゃんが笑って、 AI はフォルムじゃないでしょう、 AI は人工知能でしょうって言って突っ込んできて、ハイドは僕は映像なんですよ、ホログラム初音ミクみたいなって言って、ケンちゃんが初音ミクに反応して、初音ミク会ったことあるのって聞いてきて、でハイドさんはないって言って、でその間もハイドさんなんかうつ伏せになってゴロンってしたら、また可愛いってなって、でハイドさんがえ僕可愛いってまた聞いて、会場はもう可愛い可愛いって言ってて、ハイドさんすいませんって言って、でケンちゃんがあなたよく棒を振る話から自分が可愛いに持ってったねって言って、ハイドさんがほんまやなって言ってて、ケンちゃんがあそういう人工知能、どんな角度からでも自分が可愛いに持っていけるっていう AI ってなんか妙に納得してて、そしたらハイドさんがだって可愛いんだもんって、すごいなんかほんと可愛い言い方してて、あざとすぎ、可愛い可愛いって会場は可愛いの嵐になってて、ケンちゃんも爆笑してて、ハイドさんにいつから自分が可愛いって気づいたのって、ハイドさんは最近って、年取ってから自分を客観的に見れるようになって気づいたって言ってて、でそしたらケンちゃんがなんか確かに可愛いって言って急に言い出して、ね、会場悲鳴になって、ハイドさんもだけどメンバーが年々可愛くなるってケンちゃんが言って、みんな大喜び、でユッキーに話が振られて、ケンちゃんがユッキーにユッキーは肌の手入れとか仕草可愛くするとか意識して可愛くしてるのか、そうじゃなくても可愛いのか、イエスならスネア、ノーならキックで答えてって言って、ユッキーがドンって叩いてキックかなって思ったんですけど、ハイドさんが両方だねって言ったので、マスネアとキック両方したみたいで、肌の手入れはしてるけど仕草は意識してないとかそういう感じなのかなと思いました。減らないユッキーにドラムで答えさせる、もうケンちゃん天才と思いました。ユッキーの後はケンちゃん、てっちゃんに話を振って、てつやさんは頑張って可愛くしてるのかほっといても可愛いのかって聞いたら、てっちゃんは僕は可愛いものが好きなんだよって言ったら、会場あーみたいな、すごい面白かったです。可愛い洋服とかが好きで自分が地味だからって言ったら、みんなえーってなって、あなたが地味なら地味って何って多分みんな思ってたと思います。一番盛大なえーでした。ハイドさんもなんかえーって言ってた気がします。ケンちゃんが AI は今どうなってるって言ってて、ハイドさんは、まあ、大したこと言ってないって言って、ただの同時通訳だからって、なんかケンちゃんとハイドさんって同時通訳に対して厳しいというか、すごいダメ出ししてきますね。でケンちゃんがハイドさんにまたその可愛い座り方してって言って、でみんなキャーってなってて、でハイドさんは映像を見たいって言ってて、座ってた方が多分スクリーンが見やすいから、まあ、座ってるのもあるんだなって感じでした。ケンちゃんがもうそろそろ俺黙るわって言って、そしたらハイドさんがケンちゃんも可愛いよってすごいイケボで言ってて、その後すかさずユッキーもドラム4回ぐらい叩いてて同意みたいになってて、ケンちゃんはガチテレして何も言えなくなって一言も返せてなかったです。ハイドさんが笑いながらそろそろもういいですか、まだまだ続くけどバイバイって
バイバイに入ってきました。毎回バイバイの前の MC が楽しすぎて、バイバイってちょっとハワイのことでしみりしちゃうんですけど、このツアーではなんか泣かせてくれないというか、もうすごい楽しい気持ちで聞けてます。今日は MC の時の同時通訳が映るスクリーンがすごいよく見える位置だったんですけど、結局メンバー見てたりするのに必死で同時通訳はほとんど見なくって、だからあまり見えない位置でも気にしなくていいかなって思いました。18曲目、バイバイ。ハイドさんはステージ全部回りながら小さくバイバイってしながら、もうファンサーって感じで歌って歩いてました。で、感動の未来と全力で飛ぶリンク、最後の MC ではありがとう東京、楽しかった、元気になって帰ってほしいです、代々木は今日で最後です。昔代々木には飛び込み台があって、怖くて僕は立てなかったですけど、もうないんですけど、早い時間からみんな来てラルカフェとか楽しんでて可愛いなと、みんなに会いたいと思いました。今回はいつもやらない曲を中心にやって、当時の CD を聴き直して恥ずかしかったり、今はもっとうまく歌えると思ったり、33年間経つけどまだまだラルクアンシエルは進化するってハイドさんが言ってて、今が一番かっこいいんじゃないって言ってて、でラルクについて言うハイドさんに対して拍手するケンちゃんの姿がスクリーンに2回ぐらい抜かれてて、さっき棒振るとか言ってた人とは思えなかったです。ハイドさん、今日は来てくれて本当にありがとうございましたって、本当ににすごい力を入れて言ってました。最後21曲目、 My Heart Draws a Dream、 夢を描きました。最後銀の紙吹雪が降ってきてて、ハイドさんの左側の紙になんかピン止めみたくついてて、すごい気になって、で気づいたら取れてたんですけど、この日は珍しくユッキーが残ってて、ケンちゃんが先に降りて、でユッキーちょっとドラムの後ろに立ってお辞儀とかした後にはけていきました。でハイドさんはぐるっと回って、で最後にバイバイって言ってから降りてました。でてっちゃんが自撮りしながらまたねってで終わりました。2月の代々木と同じ瀬取りだったんですけども、もう全然楽しくて最高でした。来週は福岡に遠征に行くので、またどんな風になってるのか楽しみです。またできたらレポしたいと思います。記憶とかツイッターで保管しながらとか喋ってるので、実際と違うとこもあるとは思うんですけども、違うよとかこういうのもあったよとかあったらコメントでいただけたら嬉しいです。行けなかった人にちょっとでも雰囲気が伝わったらいいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ではでは。